有機反応の一つ。暗い前提に。有機反応は、有機化合物が関わる化学反応である。典型的な有機反応には、不荷反応、脱離反応、痴漢反応、ペリ感情反応、転移反応、そして、有機酸化還元反応がある。有機合成において、有機反応は新規の有機分子の喪失に使われている。薬品、プラスチック、 食品添加物、そして合成繊維などの多くの人工化合物は有機反応に依存している。最も古い有機反応は有機燃料の燃焼と石鹸を作るための脂肪の喧嘩である。現代の有機化学は1828年に発見されたベーラー合成に始まる。クリニャール反応、ディールスアルダー反応、ウィッティヒ反応そしてオレフィンメタセシスの有機反応の発明には ノーベル化学賞が与えられている。有機反応はいくつかの基本的なタイプに整理することができる。いくつかの反応は一つ以上のカテゴリーに合致する。例えば、いくつかの置換反応は、負荷から脱離反応経路の下である。この概説は、すべての有機反応ではなく、基礎的な反応をカバーすることを意図している。旧電子負荷反応嗅覚。 不可反応ラジカル不可嗅覚痴漢反応には、SN1 反応、SN2 反応、スニー反応の反応機構がある。方向属嗅覚痴漢反応嗅覚アシル、痴漢反応急電子痴漢反応方向属急電子。痴漢反応ラジカル痴漢反応1、2定位反応、ペリカン状反応メタセシス反応縮合反応では、2個の反応物質が縮合するとき、 小さな分子が分離する。これとは逆の水が消費される反応は、加水分解と呼ばれる。多くの重合反応は、有機反応に由来する。これらの反応は、不可重合と蓄字重合反応から、誘導される。ストラテジックアプリケーションズ・オブ・ネームド・リアクションズ・イン、オーガニック・シンセシス・ラース・ロークティ、バーバラ・チャーコ。 アカデミックプレス ISBN0 から12から42万9785から 4, 29, 4ありがとうございます。